はい、皆様おはようございます。キースジャガーです。2020年の6月23日木曜日6時22分、朝の6時22分ですね。おはようございます。今日はね、おそらく海の日じゃなかったかなと思います。祝日ですね。はい、祝日で、23、24、2日連続で祝日だったかと思います。この先合流があります。2日連続祝日なんですが、その2日目のやつが何の日なのか私よく分かってません。昭和の時代に生まれ育った人なので、まず海の日っていうのも後付けでできた祝日なので、まあだいぶ定着してきましたけどね。で、おそらくですけど今年からまた新たに増えたんじゃないですか。何だかな、スポーツの日やったかな。まもなく左方向、スポーツの日ってね、体育の日が10月にあるのにスポーツの日ですかみたいな感じしますけれども、なんちゅう名前やったかな、ちょっと名前分かりませんが、23、24、今日と明日は連休かと思います。そしてね、ちょっと雨降りになります。天気悪いので、あんまりね、レジャー向きではないんですが、今から向かうのは、福井県小浜市ですね。海の方に行くので、まあ海水浴客で普段というか例年にぎわう場所なんですけれども、今年はコロナっていうのと、あと雨が降るよっていうのとあります。海開きはね、おそらくされてるんじゃないかなと思うんですけどもね。およそ、はい、で、オバマに行くよって言ってるのに、今現在地は大阪府堺市の大浜というあたりなんですけれども、まあ、前編、今日は動画ね、撮りません。ちょっとね、今日は テクニックというか、普段やらないことします。つなぎ合わせでやっていきますので。本日は、ドライブの予習の動画、0100番、100本目の動画になると思います。記念すべき100本目なので、ちょっと凝ったことをしていこうかなと思います。していこうかなというか、まあ、101本目以降はね、また普段通りに戻るかと思いますけれども、ちょっと特別感を出したいなと思ってます。さて、どうやっていこうかな。まだルートね、考えながら走ってるんですよね。決めてませんが、ちょっと今回の動画の趣旨としては、オバマに行くときは全線高速、帰りはちょっと下道走ってね、距離と時間とどれぐらい変わってくるのかなっていうのをちょっと計測してみるっていう、そういうことをしてみようかなと思ってます。一応以前にも同じことやったことがあるんですが、それはちょっとちゃんと測ったことないので、今日はね、ちゃんと測りたいと思います。この先合流があります。注意してください。天気が順調に悪くなってきましたね。これ9時ぐらいに雨が降ったと思います。現在阪神高速4号湾岸線、大阪神戸方面行きで走っております。制限速度80キロ。この道路は、南港ジャンクションというところで、右側は2車線ですね。一番右と真ん中車線が神戸方面になります。この一番左のみが、16号の大阪高線港線というやつに切り替わります。で、まあ、16号の大阪高線走りますと、1号環状線の方に出ます。大阪市内向きです。で、一方で、一番右と真ん中車線神戸方面というのは、4号湾岸線から5号湾岸線に切り替わりまして、神戸方面ですね。今回は、1号の環状線出ましたら、
西千葉ジャンクションかな、あそこで信濃橋渡り線やったかな、降ります。今年やったか去年やったかね、あの新しくできたすごく短いあの渡り線なんですけれども、あの短いやつ一本できたおかげでだいぶ渋滞が緩和されたっていうのと、池田線森口線に行かれる方は一周ぐるっと回ってこないといけなかったんですけれども、環状線をほぼ一周ぐるっと回るっていう、それをしなくてよくなりますので、スムーズな時やったら5分ぐらいで一周できるんですけれども、まあそういうことなしでね、もう10秒とか20秒とか そんな感じで下に降りていけるので、もうすぐに池田線森口線に行くことができるようになりました。非常に便利です。阪神高速最近ちょっと頑張ってまして、その西千葉ジャンクションにあります信濃橋渡り線っていうので環状線に降りていけるっていうのと、あともう一つ、三宝ジャンクション、もうちょっと通り過ぎましたけどもね、三宝ジャンクションで、三宝出口の方に、まあ、降りていきますとまた分岐ありまして、6号大和川線っていうのが松原の方に抜けていくやつが、あれが非常に使い入れがあります。もう10分ぐらいでね、三宝から松原まで抜けてしまうんですよね。で14号の松原線の終点の一歩手前ぐらい、大堀ぐらいまで行っちゃうんですけども、あれで行くと15分ぐらいでね、もうあの近畿道であるとか西名阪とかに乗れてしまうんですよね。堺からそんな10分15分でその辺まで行くっていうのはなかなか今まで考えられなかったんですけれども、阪神高速あの新しい道路いい仕事しましたねということですけども、はい、間もなく、南港ジャンクションが見えてまいります。ちょっと太い線がこう入ったでしょう、地面に道路に文字が書いてます。私が走ってるこの太い線でビュッと引いてあるやつ、これが大阪市内、これが16号大阪高線、そして一番右と真ん中車線は神戸と書いてございます。これは5号の湾岸線ですね、神戸方面。はい、こっからです。制限速度60キロ、まで湾岸線は80キロなんですけれども、大阪高線は60キロです。ご注意ください。前方に見えております赤い橋、あれが港大橋です。南港大橋っていうのはね、この橋じゃないんで、一般道の方が南港大橋なんですけど、港大橋は上下2段になってるんですよね。で上の方を大阪高線が16号が通ります。で下の方を、5号 の湾岸線、神戸方面に行くやつが走ります。2階建てになってるんですね。でこの橋渡り切ったところで左側にビューッと行くんですけども、5号の湾岸線下の方を走ってるやつがね、YK ライン優先かな、日本優先会社かなんかいうやつ、コンテナ線も走ってますね。まあ、16号大阪高線の方走りますと、この上の方を走るので、いや屋根に何もないので見晴らしはいいんですけどね、高いとこ通るので。およそ1キロ先、分岐を左方向です。はい、この港大橋を渡りますと急な下り坂、そして急な左カーブやってきます。天王山降りられる方は右側に出口がありますのでご注意ください。
ここはね、かなり事故多いんですよ。一般車っていうか、その普通のね、乗用車の方が、スピード出しすぎて曲がりきれなくて、単独でよく事故されてます。もうスピンしてね、この辺で壁に突き刺さってたりとか、反対向いてスピンして止まってたりとか、そういう事故よく見かけます。特に雨の日はご注意ください。はい、ちょっと言ってる間に天保山出口を越えました。そしてこの左からの合流、これご注意ください。左から北港ジャンクションからかなり合流多いかと思います。今たまたまなかったんですけどね、合流。この左からの合流が終わってすぐです。この右側は天保山入り口から登ってきますので、この連続左の合流があってすぐに右の合流があるっていう、この危ない合流ご注意ください。朝潮橋のパーキングエリアもございます。ちっちゃいパーキングエリアなんでね、あんまり台数止めれません。カーブが連続いたします。ご注意ください。右カーブ左カーブずっとしばらく続きます。ここから60キロ、波よけまで2キロ、西長堀5キロ、環状線まで8キロとなってございます。ジャンクションの渡り線をお伝えして、その辺りで一旦切りましょうかね。阪神高速16号大阪高線、制限速度60キロです。掲示板見て思い出しました。煽るより譲るあなたがかっこいいみたいな、そんななんかね、交通標語みたいなやつがあれ出てたんですけれども、2020年6月の30日からやったかな、ちょっと詳しいことは分かりませんけれども、煽り運転厳罰化になりました。まあ、時事ネタみたいな感じですけど、波よけの出口とりあえず越えました。ごめんなさい。煽り運転厳罰化でもう一発で25点減点食らうと免許が吹っ飛ぶよという話ですね。まあ難しいんですけどね、煽り運転の話は。罰をきつくするんじゃなくて取り締まりを強化してくれたらそれでよかったんですけれども、以前からその煽り運転に関しては罰則あったんですけれども、それではちょっと全国的に煽り運転収まらないということで、厳罰がかなり厳しくなりました。もう懲役刑になってます。おそらく5年から10年の懲役刑で100万円ぐらいの罰金で、そして25点一発免許がなくなるよっていう、そういう話じゃなかったかと思います。で、つい先日、一件だけ、どこやったかな、あれ、埼玉かどっかやったかな、ちょっと関東の方やったと思いますけれども、煽り運転、全国で初めて取り締まりましたよ、みたいなことで、42歳男性とか言って、煽り運転やってましたけれども、全国で1件しか煽り運転してないわけないんですよね。毎日、もうそこら中で何十万件とやってるかと思うんですけれども、取り締まらないんでね、取り締まってほしいですよね。いくら厳罰化してもね、取り締まらないっていうのと、あとドライブレコーダーを後方にもつけておかないと、証拠がないと取り締まれないっていうのがありまして、
の街にあります防犯カメラとかで映ってたりしても、その時だけたまたま車間距離が短かったんじゃないのかとか言って、あのなかなか煽り運転ということで立証するのが難しいらしいんですよね。なので前にも後ろにもあの両方に向けてドライブレコーダーで撮影しておかないと。実際に煽り運転行われててもあのそれを取り締まることができないんだということです。はい、この阿波沢出口一番右です。そして、ここが西千葉ジャンクションになります。右側2車線が1号環状線に行く方と13号東大阪線に行く方になります。そしてこの私が今走っている方、これ西千葉ジャンクション、これ環状線に降りていきます。11号の池田線と12号の森口線にすぐに行くことができるんですよね。この信濃橋渡り線やったかな、このね、わずか 100m 200m のこれができるまでは環状線に1号環状線に出てぐるーっと一周回ってこないといけなかったんですけれども、この先合流があります。左にシュッと降りていって、もうここ1号環状線ですからね、一周回らなくてよくなりました。はい、もういきなり土佐堀出口の手前ぐらいまで来てます。でこの先、中野島ジャンクションやったかな、あそこで、右側に行くと1号環状線と森口線方面、そして左側、私が走っておるこっち側が、11号の池田線になります。土佐堀出口が一番左、そして右側2車線が環状と書いてる方が森口線と環状に行く方ですね。はい、こっち池田線は3車線あるように見えますが2車線です。一番右は出入り橋っていう出口の専用レーンになってます。その先合流があります、注意してください。はい、この辺ねカーブが連続するんですよね、左右左右みたいな感じで。事故はあんまりないんですけれどもね、あのカーブ苦手な方が多くて急に速度落ちるんで、あの追突しそうになることはあるかと思います。前の車がスピード落としすぎることがあったりとかしてね、ご注意ください。はい、一番右出入り橋出口専用レーンです。はい、左からの合流、これ何やね、出入り橋入り口かなこれ。そしてこれ越えますとまた右側が出口になるんですけども、梅田出口ですね。まあ、大阪の一応中心、大阪市北区梅田、まあ、その出口が今のところでした。はい、一旦この辺で動画終わります。もう18分か。また続き後でやります。失礼します。1キロ先分岐を右方向です。はい、続きです。阪神高速11号池田線北行き池田方面行きで走っております。制限速度60キロです。まもなく豊中南インターですね。まもなく分岐を右方向です。この豊中南というのは出口もあるんですが、看板にあの見えておるように名神高速にあの入ることができます。道路地面にも書いてますよね、出口名神って書いてますよね。はい、名神高速に入ります。今日はね、あの距離が長いので片道で3時間ぐらいかかってしまうので、このようにあの途切れ途切れというか、それをつなぎ合わせてお伝えすることにしました。普段なるべくノーカットでやるんですけどもね、合流があります、注意してください。その先料金所です。で、またちょっとお伝えしてなかったですが、本日の車両は、
大型トレーラー、新車の大型トレーラーでございます。ちょっとね、いらんハイテクがいっぱいついてるんで、今みたいにあのカーブでスピードが出てたら、ピロピロ言ってみたりとか、車間距離が詰まったらビービー言ってみたりとか、そのハイテクがちょっとうるさいんですけれども、はい、名神高速の料金所入ってきました。こちらが京都方面行き、京都名古屋方面行きです。反対方向の、名神入っていきますと西宮の方に行きます。神戸方面になります。あとはここ合流があんだけしか滑走路がないんだけども、右側をね軽自動車が並ばないでくれ。はい、名神高速入りました。今日ね、まだ今現在6時49分なんですが、まだ平日だとこんなにいないのかもしれないけれども、祝日の木曜日、ね、祝日の朝ということで、もう連休なんですよね、23、24のこの祝日が。ですから多分ね、天気は悪いんだけれども、GoTo キャンペーンでもないんだろうけど、どっかお出かけされるんでしょうね。普段より車が多いような気がしますね。これお仕事に行く車じゃないと思いますよ。連休じゃなくて単体のね祝日とかでしたら朝ガラガラですからね。もっと6時49分、まあ7時前なんで、平日お仕事のね車っていうんやったら多いんですけども、祝日にしてはちょっと多すぎるなという感じしております。あちこちでコロナ発生してるんでね、第2波来てるんかなみたいな噂もあるくらいなので、なんでしょう、GoTo キャンペーンでも旅行のキャンセルが相次ぐみたいなことがあったりとかね、あるかと思うんですけれども、雨が降るのにどこに遊びに行くんかなみたいな車がたくさんいらっしゃいます。名神高速入りましたんで、一旦また切りましょうか。次はね、大山崎ジャンクションから京都縦貫道に入ります。京都までは行かないんですよ。名神高速京都の手前、高槻を越えて京都に行くまでの間に大山崎ジャンクションっていうのがあるんですけれども、そちらから分岐していきまして京都縦貫道入っていきます。ではまた後ほど失礼いたします。はい、7時3分になりました。続きです。名神高速道路、名古屋京都方面行き走っております。東向きですね。制限速度80キロです。現在地点は高槻のバス停を越えて上り坂になりました。高槻ジャンクションまで1キロです。高槻ジャンクションというのもこれ新しくって言ってももうちょっと何年か経つんですけれども、まあ新しくできたジャンクションでして、高槻ジャンクションからは、新名神の方に分岐いたします。新名神岡山方面行きですね。高槻茨城美濃、まあ、川西、その辺り山の中を抜けていきます。神戸ジャンクションの方で中国道、山陽道、あっちの方と、まあ、分岐いたします。はい、高槻ジャンクション一番左車線が新名神岡山と書いてございます。ジャンクションまだ続いております。この先で左から合流があるのが新名神から入ってくるあの合流になります。そ
その合流が終わって、この4車線、右側2車線が右ルート、左側2車線が左ルート、左ルートは、京都縦貫道や、なんだっけ、ど忘れですか。およそ第二京阪とかね、町の方ですよ。要するに名神高速このまま京都南、京都東大津町の方に行かない方、京滋バイパスであるとか京都縦貫道、そちら行かれる方は必ず左ルート通ってください。右ルートからは行けないのでご注意ください。前方の看板に書いてるんですけれども、そして道路にも書いてるんですけれども、左ルート京滋バイパス京都縦貫道は左ルートです。右ルートからは行けません。ご注意ください。もう一つ言うと、右ルートからは大山崎の出口も出れないんでご注意ください。この大山崎ジャンクションっていうのがあるんですよ。その大山崎ジャンクションに行くのに左ルートからしか行けないんで、仕切りがあるんでね、見えてるんだけども行けないみたいなことになってしまうんで、ので右ルート行かれる方はこのまま名神高速引き続き走られる方っていうことになります。まあ、そういうのをちょっとお伝えしたくて、ここの部分、高槻ジャンクションと大山崎ジャンクションしばらく撮影したいと思います。はい、制限速度80キロです。左ルート梶原第一トンネル入っていきます。 700m。カメラがね、熱くなったら温度上昇のためで強制停止になってしまったりが結構あるんで、クーラーガンガンに回してるんですよね。これが私にとってはちょっと寒すぎるかなみたいな。あと今7時8分に なったんですけれども、どうでしょう、結構ね一般車多いんですよ。先ほど来ね、ずっと見渡してるとジェットスキーみたいなやつを引っ張ってるようなハイエースとか ランクルとかね、そういうもう多分琵琶湖でジェットスキーするのかなみたいな、そういう遊びに行く車やっぱ多いんですよね。ちょっと嫌な予感がしております。琵琶湖行くんであれば京都東のインターがかなり混むかと思うんですけれども、そうではなくてね、オバマとか、その私の目的地オバマなんですけども、高浜であるとかオバマであるとかね、敦賀とか、まあそっちの方に行くんやったらこの京都縦貫道も混むのかなと。まあ現在ね、左ルートそんなに混んでるように見えないんですけれども、これね混むんですよ。なんせ土日とか、その今回みたいな連休とかね、こうなってくるとそのレジャーといって遊びに行く人たちでごった返すので、本当に大山崎のジャンクションのもう2キロも3キロも手前から本線でずっと渋滞で止まってしまうぐらいのことが頻繁になるんですけれども、今日はどうでしょうね。あんまりいい予感はしてないんですけれども、どうでしょうか。まあトラックの割合も結構多いですよね。だから京都滋賀方面に名神高速そのまま走られる方はなるべく右ルート行かれた方がいいですよ。天王山トンネル2010m となっておりました。左ルート走られると、その大山崎ジャンクションに行こうとする車でずらっと繋がってたりとかして、ね、動かなくなったりとかしてしまったみたいなことがあるかもしれませんので、大山崎ジャンクションにご用のない方はなるべく右ルート行かれた方がいいかもしれません。左ルートのこの今私が走っております左車線、これがこのまんま大山崎ジャンクションに入っていく
方の車線になります。右側走ってる人はもう左ルート来ちゃったけど、そのまんま京都市田方面行くんだよっていう人は右車線そのまま走られることも多いんですけれども、だからぼーっとこの左車線走ってて前が急に止まってしまったなみたいなことになったら、それも大山崎ジャンクションの渋滞に引っかかったんだということで、一旦止まってしまったら右側ビュンビュン来るところね、あの右車線に出て再加速みたいななかなか難しいと思うんでご注意ください。寒いな、クーラーが。はい、トンネル出口の手前で大山崎ジャンクション1キロという看板が出てまいりました。結構ね、あの下り坂きついんで、あの速度乗りすぎにご注意ください。はい、看板が見えてきたでしょ、大山崎ジャンクション 700m 先で、一応右ルートからもこうやって合流して一時的にこう4車線になるんですが、右ルートからはこっち入れないようにあのセンターにこのポール振ってあるんで仕切られてるんですけど、右ルートからはこっちの大山崎ジャンクション来れないんですよ。こんな風になっております。はい、大山崎ジャンクション、入っていきます。この大山崎ジャンクションは京滋バイパスに行く方と京都縦貫道と、大山崎出口とこの3つに分かれるので、ちょっとややこしいんですよね。で、ループというかぐるぐる回るような格好で接続していくんで、またこれがややこしいんでご注意ください。看板見ながらね、ゆっくり走られてもいいんですけれども、はい、京滋バイパスで滋賀方面、滋賀名古屋方面行かれる方は今の分岐右でした。ただこの後もう一度京滋バイパスに行かれる方はチャンスございます、はい、もう一回チャンスあります、はい、大山崎出口行かれる方はこの地面に書いてるように右車線行ってください。私は京都縦貫道行くので左側車線、間もなく斜め左方向、もう一回チャンスあるって言ったのはこの地面に書いてあるように、京滋バイパスに入るチャンスもう一回ございます。間違えた方はもう一回やり直しが効きます。間もなく左方向、はい、このカーブ曲がったところにあるんでね、ご注意ください。もう一回チャンスありますということで、京滋バイパスに行かれる方、滋賀名古屋方面行かれる方は右へ、まあ、福知山と書いてますけども、この京都縦貫道福知山綾部そして天の橋立てあっちの方に向いて走ります。80キロなんですよね、道路がでビュンビュン来るんですよ。結構合流滑走路こんだけしかないんでね、ビュンビュン来られて横並ばれて入れないわみたいなんで、急ブレーキとかだったら危ないんで、あのご注意ください。はい、ここから京都縦貫道全長約94キロぐらいあったかと思います。この辺りが92.7 キロポストですね。これを天の橋立ての方に向かって、天の橋立てが0キロポイントなんで、はい、制限速度80キロです。北行き綾部方面、まあ、綾部で綾部ジャンクションというのがありまして、そこから舞鶴若狭道に入ることもできます。私の今回のルートは、その綾部ジャンクションから舞鶴若狭道に入って、そのまま鶴ヶ方面に向かって走って小浜で降ります。目的地小浜なんでね。はい、今回の動画の主な目的といたしまして、この京都縦貫道に丹波インターっていうインターがあるんですけれども、
丹波インターから小浜まで全線高速で行って、一体何キロあるのか何分かかるのかっていう、まずそれを計測したいんだと。京都縦貫の丹波インターから綾部ジャンクションまで行き、綾部ジャンクションから舞鶴若狭道入ります。そして舞鶴若狭道小浜出口まで、この区間この距離、1時間ぐらいあんのかな、距離どれぐらいなんかなっていうのと、時間どれぐらいかかるのかなっていうのを計測します。で、帰り道は小浜インターから乗らずに、小浜インターの近くから国道162号線という、まあ、一般道があるんですけれども、その一般道を走って距離がどれぐらいなのか、時間どれぐらいかかるのか計測していきます。あんまりね、その時間と距離変わらないようでしたら、高速ね、お金払ってまで高速乗るっていうよりは、山道普通にドライブされてもいいのかなみたいなことになるかと思います。今日はちょっとあの祝日なので、ね、その一般道の方もあのレジャーで混むかもしれません。裏側 の、 あのダムのところもね、ちょっとあの観光地になってる部分とかもありますので、ちょっと混むかもしれませんけどね。はい、まあ予定はそんな感じです。今日は、高速道路のインターとか何々出口何々インター、まあそういうのをお伝えすることがメインではなく、あの行き帰りのルートの所要時間と距離の比較みたいなことに重点を置きますので、ちょっとね、間はあの割愛させていただきます。いつもやってるドライブの予習の動画っていうのは、あの倍速にしたりとかすることもないし、等速でずっとあのなるべくノーカットで撮影して、あのジャンクションであるとかインターであるとか全部読み上げていってみたいなこと で、なんならあのキロポスト、ね、読み上げていって、そういうことをしてるんですけれども、今回はちょっと その辺はあのサボらせていただきます。中にトンネルやね、これトンネル出たところで一旦切りますからね。またあの丹波インターの手前ぐらいからお伝えします。乗用車多いな本当に。7時18分になりました。祝日なので、今から通勤される乗用車がこれだけいるっていうよりは、23、24は祝日連休となってますので、遊びに行く車かと思います。はい、ではここで一旦切ります。はい、続きです。7時48分になりました。 57.1キロポスト、57キロポストまで来ました。大山崎ジャンクションが93キロぐらいでしたから、57でしょ、36ぐらい走ったかな。ちょっと足し算間違ってたらあれやけど、撮影してるカメラを冷やすためにクーラー全開にしておって、あと朝からずっとアイスコーヒー飲んでるのでトイレに行きたくなりまして、先ほど南端パーキングエリアで止めました。普段ね、3時間4時間ぐらいやったらもう本当はダメなんだけれどもね、別に大阪東京間6時間とか、まあそのぐらいの距離があっても私休憩しないんですよね。ノンストップで行くんですけども、ちょっとね、あまりにもコンディションが下の方のコンディションがよろしくなかったもんですから、南端パーキングエリアで止めました。で、やっぱりね、多いですね、そのファミリーの家族旅行みたいなのが、トイレも、ちっちゃいお子さんがいっぱいいらっしゃいました。で、今、京都縦貫道、これ、綾部の方に向かって走ってるんですけども、綾部、天橋立、あっちの方ね。
これ今1車線になってるのがお分かりいただけるかと思いますが、この1車線というのは園部インターというのがありまして、園部インターの手前あたりから1車線に絞り込みになりました。丹波インターまで 2.5 キロ、この丹波インターから計測しますからね、時間と距離を言い忘れないようにしないといけないね。普段の行いがいいから運転中は雨降るんですけども、車降りて荷下ろし作業するときに雨降らないんですよ、やんでくれるんですよね。そういうこともありまして、雨が降るという予報ですが、カッパ持ってきておりません。果たしてどうなることでしょうか。はい、丹波インターまで1キロ手前となりました。制限速度、この1車線の区間は70キロ、2車線のところは80キロです。53.6キロポスト、 53.5 キロポストだんだん減っていきます。この辺で押しとこうかな、そろそろ。丹波インターまで 500m 手前、トリップ系ゼロ。もうちょい先どうぞ。はい、ここでゼロにしました。 53.1 キロポスト、7時51分です。危ないけど、書いとこうか。書けるかな。運転しながら。読めるな。7時51分。この先、合流があります。注意してください。丹波インター。52.5 キロポスト。丹波インターですね。7時52分になりました。はい、普段でしたら等速で速度変えずにノーカットでお伝えしますが、ここで一旦速度変えたいので仕切らせていただきます。
続きです。33キロポストまで来ました。8時8分。この先合流があります。注意してください。京丹波和地やったかな。和地なんですけれども、インターの名前ちょっと忘れました。京丹波和地か、なんかそんな名前やったと思います。制限速度70キロ。京都縦貫道北向き、宮津方面、宮津綾部方面向かって走っております。で、この後の予定は、綾部ジャンクションというのがございます。綾部ジャンクションから、舞鶴若狭道に入ります。そして舞鶴若狭通過方面、綾部ジャンクションまであと8キロですね。まだ7、8分かかるかと思います。今日はね、あいにくのお天気なんですよ。天気が悪いので、むしろ逆に反射してフロントガラスにいろんなものが映り込んでみたいな、そんなことがなくて、動画作ってる側としては楽なんですけれどもね、天気悪い方が。あと、そうですね、普段私やらないんですけれども、今回ちょっとかなり長い動画になるので、2倍速とかでやらせてもらってるんですけれども、まあ2倍速のところ喋って解説とか入れてないんですけどもね、まあ黙ってるのは黙ってるので、これ楽ですね。まあ、考えながらいろいろ途切れんようにずっと普段の動画は喋ってるんですけれども、黙っときゃいいみたいな、まあまあ楽を覚えてしまったのかなみたいな感じですね。よその YouTube の、ドライブ動画されてる方っていうのは、結構無駄なところは6倍速とかでビャーっと早送りしてしまって、短時間でパッと見れるように作られるんですけども、私の動画は一応基本的に速さ変えずに等速で、実際に走ってる速度でお伝えして、でその上で私のこの喋りが乗っかってくるという、まあ良くも悪くも私の喋りあってなんぼの動画なんですけど、今回は2倍速にするところはちょっと黙りますので、追い越し区間終わるよって言って矢印出てて、ね、もう前
前を見たらもう狭まっていって一車線に戻りますみたいな、そのギリギリまでね、無理やりあのこじ開けて来ようとするというか、危ないんでね、もうああいう運転はおやめください。はい、綾部暗黒寺インター出口、綾部暗黒寺 26.6 キロポスト、8時13分です。注意してください。この後また舞鶴若狭道入りましたら、ね、あのしばらく2倍速でやらせてもらいまして、あの小浜南ぐらいまで2倍速でやって、で小浜インター出口手前ぐらいでちょっと一旦お別れということでまた喋らせてもらいますけど、はい、結構な距離走ってますけれども、あの京都縦貫道も何回かあの気温計ございました。まあどこで見ても大体21度 C ぐらいですね。今日はまあまあ涼しいかと思います。これ雨降ってるからいいんですけどもね、これ天気良かったらこれ36度とかそんなんですからね。昨日一昨日がやばかったですね。一昨日が36度とかでしたね。昨日はまあやや涼しくて30度ぐらいだったかな。で今日21度でしょ。だいぶ低いですよね。今日は過ごしやすいかと思います。はい、また雨が降ってまいりました。もうこの後天気下り坂ということでね、ちょっと雨降るんでしょうね。はい、綾部ジャンクションまで 1.3 キロ、まっすぐ行くと京都縦貫道宮津方面行き、天の橋立の終点が0キロポイントですね。その後山陰近畿道っていうのにそのまま接続しまして、そこは無料区間、今現在京丹波大宮というところまで出来上がっております。本日は2020年7月23日木曜日、海の日かな、祝日ですね。はい、この高城トンネル、第1トンネル、第2トンネルを抜けますと、もう間もなくで綾部ジャンクションです。天の橋立まで30キロ、運気を左方向です。はい、24キロ、23キロポストあたりで綾部ジャンクションになります。大山崎ジャンクションが93キロあたりでしたから、約70キロ走ってきたということですね。結構しっかり雨が降ってまいりました。スリップ注意です。まもなく運気を左方向です。急な下り坂ときついカーブを走行してます。ご注意ください。そしてこの後あの綾部ジャンクション合流があってまた分岐します。大阪方面右車線と書いてます。そっちの方行かないでくださいね。はい、左側に取ります。舞鶴敦賀と書いてます。北陸道つながったんですよ。これいつつながったのかちょっとあのコメントをね、私の動画にコメントいただいた方が教えてくれたんやけどもちょっと忘れました。もともとつながってたわけじゃないんですけども、つながったんですよ、これ北陸道と。便利になったはずです。そうか、前に、2ヶ月ぐらい前に名神集中工事の時に北陸道を初めてお伝えしたのかな。その時にコメント欄で教えていただいたんやと思います。はい、綾部ジャンクション舞鶴若狭道に入りました。制限速度80キロです。舞鶴若狭道 68.7 キロポスト、 68.8 キロポスト、どんどん増えていきます。この舞鶴若狭道のキロポストの0キロポイントは、中国道横川ジャンクションが0です。そこから69キロポスト、今69キロ来たということです。はい、8時17分になりました。ここで一旦切り替えさせていただきます。また2倍速に変えます。
Thank you.
西まで来ました。8時52分ですね。丹波インターから現在74キロぐらいです。目的地小浜インターまであと11キロぐらいかと思うので、丹波から小浜まで85キロぐらいですね、大体ね。7時51分に丹波やったんで、小浜西までで約1時間、ここから10分で70分ぐらいかな、70分の85キロぐらいか、そんな感じですね、おそらくね。はい、小浜西インターです。この先、合流があります。注意してください。すごい降ってきたな。葉っぱ持ってくればよかったな、これ私が荷下ろしする間だけやんでくれたらそれでいいんやけどね。それはね、いかなそうやね。ちょっともう空の色がダメやね、これ。111.9キロポスト、112キロポストぐらいかな、そろそろ。112ですね。ああ、もう眠たくなるわ。3時間弱ぐらいですね、今。大阪出発してから。であのピー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 ずっと言ってたのは、あのこの車、まあ、この車に限らずうちの会社の車みんなそうなんですけれども、一応76キロであの警告が鳴るようになってます。音がね、ピー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 。76キロ以上出したらダメなんですよ。たとえ100キロの高速道路とか80キロの高速道路で、あの日本国が許してくれても、うちの会社は76以上は出せないっていう、でそういう立て付けになっております。もしも万が一、あの今日でもね、1回だけ77キロ78キロぐらいまで出てしまったんですけれども、これ4秒以上やっちゃうとアウトなんですけれども、4秒以内に収めるとセーフです。だから私さっき高速道速度超過ってなった時は1秒以内ぐらいで収めたのでセーフです。あれを4秒以上やると始末書を書いて、報告しないといけないというか、怒られるんですけどね、会社に。まあ、そういう縛りがあるんですよ。高速道路は76キロまで、一般道は56キロまで。だから一般道で60キロの制限速度のところとかでも、私の車は56ぐらいまでね、もういっぱいいっぱいなので、そしてあの56キロぐらいで走ってて、ぼーっとしてたら、ね、あの急に下り坂になって速度乗っちゃったよとか言ったら、速度オーバーしたら、ね、あの怒られるので、56キロまで出していいわけじゃなくて、もう54ぐらいでやめるんですよね。高速道路やったら今73キロでずっとオートクルーズかけてますけれども、これ急に下り坂になって、ね、さっきみたいにピー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 、下り坂の間ずっとピーピー言ってたんですけれども、まあ、73キロでオートクルーズかけてても、ちょっと下り坂やからスピード出ちゃったねって言っても76キロとかで進むんですけど、それぐらいで。これが76キロでオートクルーズかけてる時に下り坂入ったわって言ったらもう80キロ超えてしまうんで、まあ、そういう事情がございます。自由でしょ。別にこの車90キロとか93キロ94キロぐらいまでは出るかと思うんですけれども、この94キロぐらいまでっていうのは、あの100キロとか120キロとか出ないわけじゃなくて、今度90キロを境に今度リミッターがあるんですよね。それはもう警告じゃなくて、93やったら93以上スピード出ないようにということで、あのアクセルもそれ以上踏んでもスピード出ないようにコンピューターに止められるんですけれども、大型トラックはその90キロでリミッターというのがございます。
からスピード出ないわけじゃないんですけれどもね、出せないんですよね。まあ、いくら煽られたりしようが何しようが出ないものは出ないし、出せないというか出したいんやけれどもね。たまにここ70キロの道路ですけれども、もう60キロとか50キロで走ってる車が前いたらさすがに抜きたいですよね。で抜きに行こうとして右にパッと出ると急にアクセル踏まれてね、もう75キロとかになってもまだ抜けんわみたいな。まあそれはいわゆるあの道路交通法の違反で、あの追い越し妨害っていうその違反になるんですよ。追い越し妨害でなかなか取り締まられて切符切られるとか罰金払うとかそういうことはなかなかないと思いますけれども、おそらくね2点ぐらいあの違反 の、 その点数があるかと思います。煽り運転とかもダメなんですけれどもね、ノロノロ走ってて追いつかれた車が追い越しに来てる車の追い越し行為を妨げるっていうようなそういうことをしますと一応交通違反です。その交通違反でパトカーにあの止められて切符切られるということはめったにというかねほぼないかと思うんですけれども、まあ、今の時代はあのドライブレコーダーついてますので証拠画像が残りますので、今までは現行犯でそういうことを取り締まることはなかったけれども、証拠画像があるよって、こんな妨害されたよほらって、ね、警察に出したら取り締まることできるかもしれませんね。もっと走ってるとかね、あの携帯電話いじりながら走ってる車は未だに多いんですよ。未だにですよ、この2020年のね、未だに携帯電話でメールしてるのかゲームしてるのか何か知らないけれども、携帯電話片手でいじりながらノロノロ走ってるやつを、もういくらなんでも遅いわっていい加減にしてくれよと、抜きに行った時にあの急に追い越しに来よったわと思ってアクセル踏んでしまうのがいるんですけれども、追い越しに来られたらもう追い越されるまでは黙っておとなしくしてないとダメですよっていうお話です。まあ、私の動画はその運転の風景を映すだけじゃなくて、まあ、よその動画ですとあの運転風景映して BGM でも流してで、あのちゃちゃっと見られるように倍速かけたりするんですけれども、私の動画は一応解説を入れたりこういう説教を入れたりね、そういうことがございます。なのであのお気に召すか召さないかっていうのは賛否あるかと思うんですけれども、はい、間もなくオバマインターですね。あと2キロほどでオバマインター到着いたします。ちょっと荷下ろししてきます。もう雨やみそうにないので、ね、ちょっとカッパがないんで、まあ、1時間弱雨に打たれながら荷下ろししてまいります。左方向で帰り道は一般道を走るっていう予定、今のところね、どうやろうな、一般道もねレジャーシーズンなんで飛んでるかもしれないけどね。はい、9時ちょうどになりました。丹波インターを7時51分ですから今9時ちょうどでしょう。1時間10分ですね。今70分です。もうあと1分ぐらいでオバマインターに着きますので、丹波インターからオバマインターまでは所要時間高速道路で70分ということになります。そして今現在、トリップ計の方 85.0 85.1、 まあ86キロ弱ですね。オバマインターまで行って86キロでしょうか。丹波インターからオバマインターまでは80キロです。まもなく左方向高速道路出口です。メモしといた。帰りもまた喋らないかんからメモしましたが、はい、トリップ系今 85.8、オバマの出口がそれですからもう86キロですね。86キロ9時3分あたりです。記
ロポスト読まないかんね。 122.7 キロポスト、122.7 キロポストは、中国道横川ジャンクションから 122.7 キロ来たということです。このまま言うたらまとめ、この車ハイテクがついてるので、今みたいにスピードオーバーできついカーブ曲がろうとすると勝手に車がブレーキ踏むんですよ、ね、余計危ないわと。はい、じゃあここで一旦動画切ります。また帰り道やりますので失礼します。はい、帰り道やっていきます。よろしくお願いします。およそ 700m 先右方向です。現在地福井県小浜市ですね。小浜インターの近くにおります。小浜インター1キロ手前です。前回の動画ちょっと忘れる前にお伝えしておきます。今から走るルートと同じルート、前回やっております。前回というかだいぶ前ですけどね、0048番で、今から走るルートをやっております。およそ 300m 1時間7分の動画やったので、おそらく、なんぼだ 70分弱ぐらいで丹波インターに行くんじゃないかと思います。今日ちょっとあいにくのお天気なので同じ時間で行くかどうか分かりませんけど、時に70分で86キロってお伝えしたっけ。だから時間的に一緒なんですよね。あとは距離ですよね。で、高速料金は帰り道丹波インターまでは0円です。丹波まで下走るのでね、丹波から小浜までの料金がかからないっていうことです。はい、ここで0キロポイント。この上を走ってるのが、舞鶴若狭道なので、はい、ここで0キロポイント打ちました。10時ちょうどになりました。わかりやすいですね。10時ちょうどで0キロ。新しいルートでご案内します。信号がせっかく赤なのでメモしておこうか。およそ300m 先、右方向です。その先、踏切です。注意してください。今現在西向きに走っております。鳥取方面行きですね。国道27号線です。右方向です。国道27号線を右西向きに走っておりました。湯岡橋東詰め、これを曲がります。国道162号線というあんまり広くない大きくない道路ですけれども、行きます。今の軽トラのお父さん手前で止まってくれてありがとうでしたね。こっちちょっと大型トレーラーなので、停止線いっぱいいっぱいまで来ると曲がれないんじゃないかなということで手前で止まっていただいたんやと思います。ありがとうございました。はい、ご覧の通りちょっとハンドルミスったらね、ガードレール突き破って下に落ちるんじゃないかぐらいの圧迫感のある狭い道路です。国道162号線、こちらを、帰っていきたいと思います。右手に見えてるの何側やろ、これ裏側じゃないんか、ちょっと川分かりませんけれども。およそ 700m 先左方向です。カーナビの案内無視してくださいね。カーナビは高速道路の乗せようとして一生懸命誘導してますので、私は山越えるので高速道路乗らないので、どこまで行っても延々とね引き返せみたいなルートで案内してくるんです。およそ 300m 先左方向です。国道162号線、この先通行注意と出ております。綺麗な看板でしたね。通行注意なんやろ。まあ、以前はこの道路もなんか片側交互通行で工事してたりとかそういうこともあったんですよね。
通れるのか通れないのかがちょっとわからない。乗用車は通れるけど大型トレーラーは通れないよみたいなことがある可能性もございます。そしてこの前方に見えております、横たわっております高架道路、あれが舞鶴若狭道です。この前方のやつね、上道路車走ってるでしょ。新しいルートでご案内、舞鶴若狭道です。まもなく斜め左方向です。雨が降ってるのと、何でしょう、地元の車じゃなくて観光客かなんかかな。雨が降ってる、道は狭い、そして道路が古いから凸凹していて、ハンドルが取られるとか、まあいろんなことがあって、全然スピード出せないんでしょうね。50キロも出てないですね、これ。前回0048番はもうちょっとスピード出せたので1時間7分で行きましたが、1時間20分ぐらいかかるかな、こんなペースで行くと。時間のかかり具合によって上走った方が良かった、下走った方が良かったということはあるかと思います。舞鶴若狭道を走ってもね、レジャーというか観光客というか、まあ小浜のあたりやったら海水浴客とかが結構いるかと思うんですけれども、普段運転されてない方が家族旅行とかで結構長い時間3時間とか5時間運転されて小浜の方まで来ましたと。で普段は週に一遍ぐらいしか車運転しないよみたいなお父さんとかがたまにその張り切って長距離で運転してね、知らない道、その旅行に行くときなんか普段通らない道ですからね、ちょっと運転誤って事故されたりとか結構あるかと思います。舞鶴若狭道、先ほどご覧いただいたように途中で1車線になったり2車線になったりするんですよね。そう、1車線の区間で事故でもされるとすぐ通行止めになってしまうんですよね。なのでこの時期は高速道路走るのが必ずしも正解かどうかっていう、そういうこともございます。1車線しかないトンネルの中でね、火災事故とかされた日にはもう半日ぐらい通行止めになるんじゃないですかっていうことになりますからね。結構あるんですよ、そういうことは。あら、行き品はね、来るときは荷物いっぱい積んでて満タンで重たかったので、まあちょっと一般の乗用車の方にはこういう話わからないかもしれないけど、荷下ろしするまではすごく重たいんですよ、トラックでもトレーラーでも。だから坂は登らないしとか、ブレーキ踏んでもなかなか止まらないしとかね、いろいろ運転してて大変なんですけども、帰り道は一応もう荷物全部下ろし終わって軽いので加速はするし、まあ結構な今から山道というかね、行くんですけれども、そんなに苦にしないんですよ、帰り軽いので。まあ加速するっていうか、加速できるってことは止まるときもねちゃんと止まれるんで、そういったこともありまして、行きしはこんなとこ通らないんですけども、帰り道ちょっと身軽になってからこういうのを走ったりはいたします、たまにね。一応うちの会社的には全部高速で帰ってこいということになってるんですけれども、じゃあ全部高速で帰ってこいっていうところを高速台浮かせてね、小浜から丹波まで1時間以上走るようなところを高速走らずに下走ってきたと。高速道路のね通行料金浮かせてくれてありがとうって言って、普通の運送会社はなるべく経費をかけずに安く走ってくれる運転手って素晴らしい運転手だということで褒めていただけるんですけれども、うちの会社はそういうことございません。高速道路走ってたら信号があったりとかね、急な子供の飛び出しがあったりとか、自転車を引いてしまったとか、高速道路走ってたらそんなことないでしょう。だからリスクが全然違ってくるんですよね、一般道を走るのと高速道路を走るので。なので高速道路を走れるんだったら高速道路走ってくださいっていう建前なんですよ、一応ね。経費浮かせても全然喜ばないんですよ。
高速道路で30分で帰ってくるところを一般道を走って1時間かけましたってなると、私の残業代30分払う方が惜しいんだと、30分で帰ってきてもらって高速道路代を払いたいんだと、そういう立て付けになっております。高速料金ね、3000とか5000とか浮かせたところで私に残業代が、だからその高速やったら30分のところ、ね、下道走って1時間で行ったら30分 の、 その残業代差額が出てしまいますので、それの方を嫌がるんですよね、会社は。だから あんまり下道走ってたまには気分転換にドライブでいいわってこうやって下走りますと、所要時間が違いすぎると残業代っていうか、そのわざと遅く帰ってきて、ね、残業代稼ごうと思ってるのかみたいな、そういうせこいことでなじられるんですよね。それは高速道路でね、ボーッと走ってて安全に走れる方が楽なので、まあ普段からはねそんなにあんまり好き好んで下道走らないんですけれども、たまにこうやって一般道も走っておかないと、高速道路が通行止めになった時とかに道を知らないとか忘れてしまいましたとかで、久しぶりに走るから通れるのかどうかちょっと分かりませんとか、行ってみないとみたいな、そんなことやったらちょっと使えませんので、たまにね私のその知識のメンテナンスとしてこうやって下走るんですよね。もうね何年も通ってなかったらどんな道やったかなってどん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 忘れるんでね、なのでたまにこうやって走ってこういう道やったなという思い出すっていうね、そのために走るということもございます。まあ、他の運転手さんあんまりそういうことされないので、ね、あんまりキャリアの浅い運転手さんとかはちょっと高速道路降りるともう道がわからないみたいな、配達にも行けないけれども帰ってくるのもちょっと無理みたいな人も結構いらっしゃいます。昔のトラックドライバーというのは結構そういう仕事が好きだというか、自分から進んでやりたがってる人が多かったので、それなりに運転に自信があるとか腕っぷしに自信があるとか、そういう人が大変多かったんですけれども、あちゃー、これで片側交互信号注意してくださいね。工事中なので片側交互通行です。あと45秒、44秒、目の前で数字秒読みしてます。もうしばらくかかります。これを分からずにね、前から車来てへんわ思って突っ込んでしまうと前から車が来られた場合こちらが悪くなってしまいますので、向こうは青信号、こっちは赤信号です、はい、あと11秒ほどですね。はい、青信号鳴りました、行きましょう、ね、先ほど片側交互通行前はしてたけどって言ってたけど、まだやってますね。なんか道路が崩れてんのか崩れてないのか、なるほど、対向車線がなくなってましたね、今ね、崩れたんでしょうね、崖崩れみたいな、はい、この辺は道路も工事かなり修理されて綺麗になっております。ここもだから一車線やったんですよね、前までは順番に工事やっていって道幅広げたりとかしてるんでしょうね、こうやって。まだ開通するまでしばらくかかりそうですね。これ何年もやってるんですけどね、この工事ね。そしてこの道路、国道162は結構今こうやって見ると交通量多いでしょう。でもね、これ普段ねほとんど走らないというかね、
こんなに来ないですよ。地元の方だけやったらね、こんなに交通量ないんですけど、今現在10時13分ですね。通勤時間帯っていうわけでもなく、そして今日はね、2020年7月23日木曜日は海の日っていうことで祝日なので、すれ違う車も1台2台とか言って、そんな数えるぐらいしかいないかなみたいな。はい、また信号あります。130秒待ちです。次は2分ちょい待ちですね。こういうことをやってるから、通行困難ですよみたいな、さっきの看板があったんかなっていうことですね。まあ、私の車両大型トレーラーですけれども、大型トレーラーでも通れないことはないということが今のところですけどね。この先も乗用車しか無理って言われたら、今来た道引き返さないといけないんで、ちょっとかなり大変な作業になってまいりますけど。はい、あと53秒。目の前に停止位置って言って看板あるんですけども、私の車あそこまで行ってしまうとバックしないとかわせないというか、長いんでね、車が内輪差があるんで、停止位置まで行ってしまってするとかわせなくなるんですよね、あそこが。だからだいぶ手前で止まってますけども、だいぶって言うけれども、これぐらい手前じゃないとかわせないですね。ちょっとね、普通の乗用車とそれぐらいの差があるんですよ。はい、8秒、7秒、6秒、もう間もなく青信号に変わります。向こう信号を無視してきてたらここで勝ち合うわけですけど、まあ大丈夫でしょう。急加速ありね。今のどこが急加速やねんっていうことですけど、崖崩れな、これ土砂崩れみたいなやつや。こんな雨降ってるね、祝日の連休のこんな日にもああいう工事しないかなっていうぐらい、まあ、この道路ね、交通量少ないとはいえ使えないとなったら大変ですからね。で工事はないはずやろうけどね。およそ300メートル先左方向です。続いて左方向です。まあ行ってみないと分かりません。0048番の撮影した時は何月やったか知らんけども。まもなく左方向です。半年ぐらい前になるのかな。もうちょっと前かな。1年ぐらい前やったりしてね。前回ここいつ通ったのかちょっと。その0048番の動画を見てみないとわからないんですけど、およそ300メートル先左方向です。あの時は通れなかった道路が今開通しましたよとか、あの時はどこの部分を工事してて、今日工事してた部分はまだ工事されてなかったとか、その時系列でね、いろいろ道路の状況の変化っていうのが見て取れるかと思いますけど、もし興味ございましたら48番目をご覧ください。この辺もね、全部2倍速で撮影しようかなっていう感じもしております。まだしばらくかかるんでね、はい、国道162号線京都まで84キロです。はい、大井町に入ります。まだこの辺福井県ですね。この川は南川っていう川です。由良川ではございません。この後灘町を抜けて美山町かなんかに入って由良川の横走るんですけども、あの辺は春通るとね、桜がいっぱい植わってあるんで、お花見によろしいんじゃないでしょうか。あと由良川で鮎釣りとかするのかな。
一応あの民宿か旅館かなんかそんなものもポツポツとあったような気がします。焼きサバ金市、福井県は焼きサバ寿司が有名ですよね。押し寿司みたいなやつ、あれ美味しいんですけど高いんですよね。あれ1本買うとね、1000円2000円しちゃうんですよ。まあ2000円払うなりの値打ちはあるんですけれども、はい、焼きサバ寿司の売ってるところ通過いたしました。立ち寄りません。しばらく離れましたけれども、もう先ほどの小浜インターから 13.8 キロ来てるんで、もう13キロほど内陸に山に入ってきたんで、こんなところにサバなんかいないんですけれども、焼きサバ寿司の土産屋さんが2軒ほどありましたね。全部桜なんですよ、これ 左にあるやつ、これずーっと何百メーター、これ全部桜ですよ。で、このお分かりになるか分からんけれども、桜の木の根元に植わってるやつ、これアジサイがずーっとすごい株が延々と植わってました。この辺は違うんだけど、はい、この辺までずっと桜です。散歩するのいいでしょうね、桜の時期ね。ここちょっとボザ引いてお花見っていうような、そんな感じではないですけども、道路なんで、まあ、散歩するにはいいでしょうね。はい、国道162号線は制限速度50キロです。時間もったいないから倍速に切り替えたのかなというあれがあるんですけれども、まあ、このままダラダラ雑談してもいいんですけどね。基本的に一般道っていうのは、あの何々インターですとか言って、何々ジャンクションですとか、あんまりそういうふうにあのお伝えすることがないものですから、基本的に雑談っていうことになってしまうんですよね。まあ、黙っててもいいんですけどね、あの喉ガラガラしてくるんで黙っときゃいいんですけれども、大して知ってるわけでもないんでね、それでそれ、ね、年に何回かしか通らんって言うてるのに、そんなところ知ったかぶりしていやいや言うことも 何もないんですけれども、灘小中学校です。全く知りません。はい、もう道路古いしね、あのアスファルトもガタガタなんですけれどもね。前から大型トラックがやってきます。祝日の連休やのにご苦労さんということで、まあ、私もですけど、
この辺ね、あの民家の建物屋根が面白いんですよね。雪かきしないでいいようにこの右手にあるこのお家なんかものすごくあの急斜面の屋根なんですよ。すごくとんがり屋根っていうか三角形の屋根、そういう風に言うたそばからこの平屋根みたいな目の前にあのなんかこれ会社みたいなのがあるんですけども、この辺平屋根ですね。雪かき大変でしょうね。滑り落ちたりはしないかもしれないけれども、雪積もったら絶対あれ雪かきしないと屋根落ちてきそうですけど、この辺の一般の民家は屋根の上登って雪かきって雪降るたびにそんなことしてられないっていうこともあるんでしょうね。結構あの三角屋根、急な角度の三角屋根になってます。私の後ろに乗用車1台だけですけども、ほとんど交通量ございません。後ろに1台、前に0、対向車も急にいなくなりましたね。というと 1,2,3,4 台見えました、言うたそばから。そしてこの、 あの川を 渡ったあの反対側の岸に桜がまた何百メーターかに渡って植わってますね。田んぼのあぜのあたりで腰を下ろしてというか、ゴザでも引いて家に持ってきて花見ができるんじゃないでしょうか。この辺の桜ね、山桜とか河津桜みたいになってますね。ソメイヨシノみたいですね。この左側流れてるの何やろ、南川かな、さっきの。大井町、灘町、広いですね、灘町もね。まだ延々と灘町ですよ。あの灘町の道の駅越えてもまだ灘町ですからね。道の駅までどれぐらいあんねんやろ。10時ちょうどに出まして、今10時26分です。30分弱走っております。で走行距離が20キロですね。 20.7 キロ、 20.8 キロになりました。30分で20キロぐらいは走れちゃうっていうことですよね。これぐらいゆっくり走ってても片側交互通行で止められても信号自体が少ないんですよね。あの工事してたから止まっただけで、信号で止まるっていうことがさっきから全然ないでしょう。別に高速道路じゃないんですけれども、そんなにあの一般道だからといって鬱陶しいわけじゃないんですよね。もうカーナビにあの何も書いてないですね。もうひたすら道路と山しかないみたいですね。夜あのボーッとしてて川に落ちたりしないように注意してください。雨降ってるわ、夜やわってあの、ね、そんなんで飛ばしてたらガードレールないところで落ちたら
大変ですよ。この辺もまた桜が続きそうですね。およそ300メートル先、右には栗が植わってて左に桜ですね。あの栗は民家のそのお家の持ち物かな。まもなく右方向です。こうやって祝日になるとあのサイクリングで自転車越えてることも結構多いので、あの車の運転ご注意ください。生地ね、ああいうスポーツサイクルみたいなやつはスピード出るので60キロぐらい出てしまうので、あれですよ、あの車と張り合って一生懸命後ろも見ると走るんでね、危ないんですよね。あれがいると抜くときはもう一瞬で、あの上手に抜いてあげないと変な事故しますよ。ご注意ください。相変わらず私の後ろは乗用車1台しかついてきてないですね。およそ700メートル先、右方向です。そこ行かない。カーナビの言うことは聞きません。まだ引き返せって言ってんのかっていう感じですけどね。もうええやろって、新しいルートをご案内しますってやってくれたらいい。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。今の大型トラック、名古屋ナンバーでしたね。遠方からの車も結構、だから高速台、あの人たちは高速台ケチってっていうかね、あの経費浮かせたいんでしょうね。私はあれ高速で帰ってこいって言われてるところを勝手にこんなん下道走って事故でもしたらボロカス怒られますけどね、多分ね。まあ、私もあの人間だからミスはあるし、そしてあの皆さんと違って私だけ事故しないとかそういうことじゃなくて、私にも平等にリスクありますので、ね、いつ事故してもおかしくないのでやめときゃいいんですけども、高速道路で帰ってきなさいよっていう一応会社の指示はそうなってるので、勝手にこんなとこ走ってて事故でもしてすいません事故りましたとかで電話した日にはもうボロカス怒られるでしょうね。クビにはならないやろうけれどもね、ということがございます。はい、左前方に道の駅が見えてまいります。この辺はタイヤチェーン巻くためにあの左側広くスペース取ってありますよね。雪国なんでね、この辺。この左カーブぐーっと曲がっていきますと、曲がったところあたりに道の駅名田庄がございます。これも冬ね、トイレちょっと寄ろうかなと思ってトイレ借りたら、まあ水が冷たい、お湯出してくれたらいいのに、もう手ちぎれるんちゃうかいぐらい氷水みたいなのが、ね、冬あの水道をひねると出てくるんですけど、川は釣り餌屋さん、左川は道の駅。はい、灘庄の道の駅越えました。ここからちょっと山の峠ゾーンに入ります、まあ、そんなにね、あの言うほどきつい峠っていうか、あのヘアピンカーブみたいなのが連続しますとかそこまでじゃないですけどね、まあ、今までと同じようなペースで行こうと思うとちょっと危ないかなみたいな。トラックやトレーラーはさっき言ってたみたいに、あの荷物を下ろして軽くなると加速しやすい、部分でブレーキもよく効くっていう風に、まあそんな風にはなってくるんですけども、その代わりスリップしやすくもなりますからね、危ないんですよね。荷物積んでる時はちょっとずしっとあの重心が低く抑えられるのでもうちょっとマシなんですけれども、堀越峠4キロってなってて、看板見れんかったけど、
南端三山の方が9キロくらいって書いてたかな。事故多しと書いてます。これで乗用車でもね、今センターライン踏むぐらいのところ来てましたけど、まさかトラックとかトレーラーがこうやって来てると思わずに自由に運転されるのは危ないですよ。ここが一番難所かな、このヘアピン。あ、滑ってしまったもダメだし。近いからええへんわ。ああ、もう全然スリップして全然登っていかないよね。これね、ちょっとでも荷物積んでてずしっと重心かかってたらこんなにスリップしないんですよ。ホイールスピンばっかりして全然登らないっていうか、空回りしてしまってね。もう積んでたら積んでたで重たいから坂登れへんわ言うてみたり、もう結構大変なんですけどね。はい、だいぶ山登ってきました。このカメラではちょっとわからんでしょうけども、左側谷もかなり底の方が見えないぐらい高低差があります。耳もパキパキなってきましたけどね。もうね、耳抜きせんと気圧が変わってきたなみたいな感じです。で、あとね、この辺ね、多分ね、携帯電話繋がらないんですよ。なので、こんなところで事故すると、助けにも来ないのかな、みたいなことになるので、ご注意ください。トレーラーが1台、2台、連続2台トレーラーやってきましたね。なんでカメラちょっとすごく振動して見づらいでしょう。ごめんなさい、どうしようもないんですわ。一応ね、車的には新車です。それで新車じゃなくてももうここ最近のトレーラーっていうのはオートマかどうかは別としてね、エアサスなんでみんな大概ね、まあ、エアサスでも一応貨物用のエアサスなんで足回り硬いんですけど、これ道幅狭い。前からさっきの大型トレーラーとかが前から来るとすれ違い嫌な感じですね。こんだけ狭いとね、狭いし薄暗いし、もうちょっと LED とかでライト配置してほしいな。道路ガタガタやし、ちょっとハンドル ぶれて、ね、手元狂ったりしたらすぐカンと壁行きそうですけどね。あ、カブ来た。なんだこれは、大型トラックか。長いトンネルやな。で山越えルートでも、ね、高速道路全部走んのと遜色なく走れてしまうんですけどね。はい、京都府南丹市に入りました。この南丹市っていうのは市町村合併で多分ね、
いろんな町がくっついて南丹市という大きい自治体に変わったかと思います。わー、雨で濡れてるところでこれくらいの下り坂できついカーブが続くとなるとちょっと滑るのが嫌ですね。荷物積んでたらね、結構ガンガンアクセル踏んでいって大丈夫なんですけども、さっき言ってたみたいに荷物積んでなくて空っぽだとかなりスリップするんですよ。なのでちょっとそんなに強気ではいけません。ちょっとずるっと行ったらもうこのままガードレール突き破って下に落ちますからね。誰が引き上げるんでしょうねって、こんなとこ落ちたら。レッカーが来てもちょっと何しても上げれないので、1週間も2週間もその他人に落ちたままヘリコプターかなんかで釣ってもらうのを待つしかないみたいな、そんな感じになるかと思います。普通の交通事故では済まないですね、こんなところで事故すると。この右側の山の崖っていうかね、もうこんなんもういつ雨降ってるから地盤が緩んでとか、いつ土砂崩れしてくるかわからないという、そういう怖さはありますよね。あんまり大雨の前後とか走らない方がいいかもしれないですね。河川には清流が流れてね、水がきれいなんで鮎とかもいるんですけれども、山どうなんでしょうね。秋ぐらいに来たら紅葉するのかな、この辺は。この杉の木みたいな針葉樹みたいな結構多くて、この落葉するようなそういう葉っぱがどれぐらいあるんかですけど、紅葉も楽しめるんだったら別にドライブとして高速道路で走ってたらそりゃ早く安全に着くっちゃ着くんだけども、まあ桜が見れるとか紅葉が楽しめるとか言うんだったら、よそ見運転するわけにはいかんけれども、たまにはこういうところドライブするのもよろしいかと思いますよ。よう滑るな。この辺アスファルト新しいんですけども、最近の舗装ってもうちょっと水はけよく作ってるかと思うんやけど、多分ねこの辺雪積もるから、水はけよくするやつにしてしまうと多分アイスバーンになって凍ってしまうんでしょうね。だからこの水はけ悪いやつにしてるんやと思います、わざと。でもあれやな、水が出るようになってないな。雪国の方を走られると分かるかと思いますが、道路に穴が開いてたりして、そこからね水が出たりお湯が出たりとかして、道路が凍結しないように、その雪国にはありがちな道路設備がないですね、この辺は。ああいうのを管理するのお金かかるから、もともと作ってないかな。あれもだからその雪の季節までね使わないじゃないですか、真夏に水出したりしてないでしょ。だから、ね、その雪の時期にはシーズン前には一回テストで水流すみたいな風になってて、その時に油が結構出てるみたいな、あれ中どないなってるんやろ、錆びるのが嫌やからとかで、なんか油みたいなんで通してあんのかなっていう、そんな感じなんですけども、あれ真冬に入る前にだからそのテストで水流してるのを見ると、油が滲んでるのよく見るんですよね。中の配管錆びたりしないように油でそのしてんのかなっていうふうに思ったんですよ。どうなんでしょうね。この辺左側全部桜ですよ、これ。ソメイヨシノですね。京北まで33キロ、京都まで66キロです。ゾロ目大好きな感じですね、はい。この辺もまた桜が始まります。左側、右は杉の木、左は桜。
この辺ちょっとガードレール下降りてゴザ引けそうなスペースあるな。お花見楽しそうですけれども、もうすぐ街角をこうやってね車が遠慮走りますので、そんなに交通量ないからお花見来ても楽しいかも。山に植わってるやつは杉ばっかりですね。で、この川のどてっぺりに植わってるやつは桜が多いですね。杉はもう花粉症が大変やから全部杉切ってしまって、もうちょっとなんか食べれるやつ作ってほしいですけどね。食べれるやつ、食料自給率上げるためにこう栗とかリンゴとかあんなん作ってくれたら。手入れされてるから杉の木あの下の方をね5メーターか10メーターかちゃんと刈り込まれて綺麗になってるでしょ、手入れされてるでしょ。あえて手入れはするんだけれども、なかなかこう木材になって出荷されないので、毎年毎年花粉症ね、花粉撒き散らされて大変な感じするんですけど、もうこれねカメラ映ってるやつ全部桜じゃないわ、全部杉かっていうぐらい目の前これ全部杉ですよ、これね。この辺ちょっと丁寧に走らないと道路悪いし、民家が近いし、カーブきついし、スピードご注意ください。農村やな、この辺水田が稲が植えられてますね。このコスモ石油って営業してんのか、これしてないですね、廃墟みたいになってました。はい、国道162号線美山町です。先ほど京都府の南丹市に入りましたよっていうところ、もうあの辺りはもう福井県のその大井町七章は終わっております。南丹市は美山町ですね。急加速入って、今の急加速ひどいな、もうジャッジがお土産屋さんみたいな、観光案内所みたいなのがあるな。この辺のお家も屋根がとんがり屋根ですと思ったら、あれ一軒だけか。この辺普通な感じがします。シェルのガソリンスタンドは営業してますね。あのコスモがなくてもシェルがあるんやったら十分でしょうね。動画になるね、これやっぱ2倍速かまさないかんね。ちょっとこの辺で切って丹波インターの手前ぐらいまででしよっかな、どうしよっかな、悩みどころではあります。
流れてる川なんやろ、これまだ 南川なんかな。ちょっとカーナビには川の名前まで書いてないんでわからないですね。この南丹市の美山町は由良川が流れてたと思うんで、どっからか由良川に変わるんですよね。そしてダムがあって、そのダムのところの公園があの観光名所みたいになってたかと思います。であそこもまた桜が綺麗なんですよね、おそらくね。まあ行ってみましょう、そこ通りますので。曲がらないといけないんですよ。曲がるところ間違えたかな、これ。桜の木が立派だ。しばらく通らないので、うわあ、やばいね。危なかった。しばらくね、通ってないんで、間違えてるのか正しいのかはすらわからない状態ですね。間違えてないと思うんですけど、追いついちゃった。道が狭いな。そして先ほどのように大型トラックや大型トレーラーともすれ違うということで、162号線これ走ってるんですけれども、途中で右に曲がるよっていうのは県道何番やったかな、4番やったか12番やったか、なんか県道なんですよ。その県道はもうちょっと狭かったかと思います。まあ、めったにあの車と出会わないんですけどね、あの県道は。この乗用車あの追いつかれたということで道譲ってくれたの、ありがとうということで。雨降ってるしゆっくり走りたいんでしょうね。まあ私もゆっくり走ってるんですけどね、見ての通り。私よりももうちょっとゆっくり走りたいっていうことでしょうね、多分。道間違えてたりして、こんなとこ知らんな。忘れてるだけなのか知らないのか、どっちでしょう。およそ700メートル先、右方向です。カーナビは当てにならないのでね。こんな狭いとこあったかな。走りにくいな。やっぱ合ってたわ。はい、県道12号ですね。4番じゃなくて12番でした。およそ300メートル先、右方向です。これ右曲がったところに美味しそうな肉屋さんとかあったような気がするんやけどな。まあ、立ち寄ったことはないんですよね。まもなく右方向です。狭い道やし大型トレーラー止めれるとこないんで、寄ったことはないんやけど、うまそうな肉屋があるなみたいな、そんなうろ覚えで申し訳ないが、静原という交差点、これを右に曲がると県道12号、まあ、京都府なんで京都府道なんですけども、府道って言いにくいでしょ、県道って言わせてください。あの私の動画だけはそういうあのローカルルールがありますので、一般的には県道とは言わないですよ、京都府道ですよ。これね、あの電話とか無線とかで、あのちょっと道教えてやとか言って、運転手同士でそういうことがあった時に、あの府道って言ってしまうと国道っていう、その風道みたいになってしまうので、国道って言ったのか、あの不動って打ったのか、あの聞き間違えたりすると厄介なことになるみたいな。大阪府でいうと国道2号線と大阪府道2号線と両方ともあるんですよね。
どっちのこと言ってんのってなってしまうので、300m先左方向です。県道って言った方が、東京都やったら都道とか言わんと、まあ、東京の、まあ、県道南号、私らはだからわざと分かりやすいようにそういうような言い方するんですけど、でこれあの左方向行くのが一応おすすめルートになってるんですが、私まっすぐ行きます。左行くと京丹波和地かなんか来れるかと思うんですけども、私はあの丹波インターから乗ります。丹波インターからあの距離測ったんでしょう、またしばらくかかりますけれどもね、はい、とんがり屋根です。かなり道が狭い。この道路はもうほとんど車とすれ違うことないんですけども、今日やっぱ祝日やから、祝日の連休やからかな、地元の車っていうんであればそんなにすれ違わないと思うんですけどね。今すれ違った赤い車も神戸ナンバーでしたからね。この車は京都ナンバーですね。地元かもしれないね、これはね。京都府南丹市美山町かな、南丹市に取り込まれたのかな、美山町。ちょっと住所の区分はよくわからないですけど、県道12号走っております。制限速度50キロです。そんなに広くないので注意しましょう。そしておそらくこれ左側走ってるやつがなんだ、由良川ですね。国道27号まで15キロ、これぐらいのペースで走ると15分20分ぐらいで国道27号に出るかと思います。27号に出て5分10分走ると、丹波インター乗れるかと思います。この辺に住んである人はどうやって生活してるんやろうなっていういつも疑問に思うんですけどね。この辺の家全てがこうやってあの水田やってあの田んぼで米作られておるとか言って、そんなことなんですかね。この辺なんか会社があるよとか工場があるよとかそんな風には見当たらないので、道幅狭いなこれ。はい、一級河川由良川となってますね。この左手流れてるやつ由良川です。綺麗な川ですよこれ。でもう少し行くとダムがあるんですよね。あ、これあかんな、ミラー畳んどかな、当たるな。ミラー畳みましたので左側は目くらで走ります。見えてません、左側どうなってるのか。前から全く来ないんやったらね、これあの線踏みながらまたぎながら走ったりするんですけど、来るでしょこうやって線守るとあの電柱とかにミラーが当たって割れてしまうんでね、畳みました。10時57分になりました。10時ちょうどに、オバマインター出発したかと思います。今現在 48.3 キロ走ってまいりました。1時間で 48.3 キロ進んできております。ちょっと天気悪くてね、あの道路濡れておるのであんまり飛ばせないんですけどね。ただいまの気温23度です。この時期にしたら涼しいですね、やっぱ雨降ってるだけあってね。昨日おとついは36度くらいあったかと思います。山の中はどうかわからんけど、豊岡とかが36度やったからね、あそこも山やからね。イネオスの美山町、美山町大道 SS っていうのが、こんなところにもガソリンスタンドがありますね。ちょっとカーブきついので注意しましょう。ここはあの私あの
線守って走れないので、ね、大型トレーラー左か線守って走ると当たるので内輪差でね。線またいでる時に前から大型トレーラーとか来たらもうぶつかってしまうんですけどね、そういうのを気をつけながら走るわけですよ。左ミラー畳んでるからもうガードレール当たってたとしても見えてないんでね、まあ当たらんように走ってるんですけどね。ちょうど1時間です。ちょうど1時間で 50.5 キロ来ました。60分で50キロ、1分1キロ弱ぐらいのペースで来ております。一般道走ってるにしてはなかなか順調な運びだと思います。この辺ちょっと落石注意みたいになってますね。高さ 3.9 メーターなんで、うわこれ危ないな。これトンネル入る前に反対側を見てみて対向車が来てないかどうか見ないと、ちょっとトラック同士はすれ違えないですね今のところ。で高さも 3.9 やったんで、訓6番って言って 4.2 メーターになるようなそんなんを引っ張っておるトレーラーとかはちょっと通れないですね、あそこね。まあ、当たらないのかもしれないけれども 3.9 となってたんでね。ここも大変道幅狭いです。難所でした。もうあの辺抜けてしまうともうしばらく平和かと思うんですけど、山杉に恋しませんかって書いてあったな。この辺に植えてる杉っていうのは、杉の木っていうのは特産品なんかな。今の乗用車めちゃくちゃ避けてくれたな。そんなに左寄らんでもええやろってぐらい逃げてくれて、だいぶ明るいし、道路もこうやって見ると乾いておるので、ね、そんなに大した雨降ってないんだなということがお分かりいただけるかと思います。これぐらい道路乾いておいてくれるとちょっとね、もうちょっとスピード強気にいけるかなみたいな。また道幅が狭くてうねうねしてて向こう側が見えてなくて見通しが悪いので、反対から通るトラックとかトレーラーが来ると厄介だなということで、あんまり出せませんが、制限速度50キロです。ああ道路悪いな、ガッタガタやな。ダムのあたりそろそろやってきましたね。
からまた桜の時期に来られると散歩にいいかもしれないですね。この辺民宿かなんかあったかな、まあ、民宿泊まって、ね、散歩でもされたらいいかもしれません。この辺は 何のために民宿があるんやろ。釣りかな、あの裏側で釣りするんかな。どういう観光地なんかちょっとよくわからないですけど、反対側を出口をよく見とかないと、あっちから大型トラックが来るとちょっと反対車線からじゃないともう曲がれないんで、何所やなこれ。2車線使わないとこのトレーラーではちょっと曲がれないですね今のところ。なのでそんな風な運転してる車が前から来るかもしれないということをちょっと考えながら運転された方がいいかもしれないですね。皆さんは正しく車線を守って走っておられるにしても、反対側車線がこのように対向車線走らないと曲がれないっていうような車が来てないとも限らない。まあそういうのもちょっと今まで考えたことなかったかもしらんけれども、考えられるといいかもしれないですね。このようにたまに1台とかこうやってすれ違うけれども、その1台がたまたま一番嫌なところで出会ってしまったら事故になりますからね。こっちはどうしようもないんですよ、線守りながら走れないので。見通しが悪い場所ですからね、はい、この辺りがダムの、大野ダムっていうかな、美山町レイクサイドハウス虹って書いてましたね。サイクリングの人とか、まあ、車もこれ観光客ですね。大野ダム公園、虹の湖と書いてあります。この辺左側植わってるやつも大きな、ね、年季の入ったソメイヨシノの桜の木です。大野ダムビジターセンターと言って、町に入りました。美山町から京丹波町です。今すれ違ったもう軽トラで良かったです。あれ大型トラックとかやったら、私後ろ線踏みながら走ってるんで、ね、当たってたかもしれないですよね、あのタイミングだと。悪いのと住宅地なのであんまりスピード出されないようにしてください。乾いてるんですけどもね、道ガタガタやし、カーブもきついし坂もきついしということで、ちゃんと行かないようにご注意ください。これ帰り道だけで1本動画できそうですけどね、1時間以上になってちょっと長ったるい動画になるんですが、その行き帰りの道の比較っていうこともありまして、100番目の動画、もう3時間近くなるかもしれないけれども、一応全部貼り合わせて1本の動画にします。本当はね2本3本小分けした方がいいかと思うんですけど、はい、狭いな、非常に狭いな。
あんまりしょっちゅう走りたい感じではないですね、こんだけ狭いとね。今の乗用車も左目いっぱい寄って走ってくれましたけれども、今私あの右のタイヤでこの中央線踏んでるんですよ。踏みながらじゃないと走れないんで、これ踏まないように走るともう左当たってしまうんでね。たまたま前から来るのが軽トラなのか大型トレーラーなのかによって運転も、皆さんの運転も変わってくるかと思います。カメラがね、熱くなったらいかんので、あの吹き出し口、上の方の吹き出し口は顔とかに当たるやつ、これをカメラに今当てながらやってるんですけど、上の吹き出し口は冷たい風が出るようにして、下の吹き出し口はあの暖かい暖房にしてやってます。来る時はね、クーラー全開にしたので私まで冷えてしまって、ちょっとね、もうあの寒くてしょうがなかったんですけど、今日は雨降ったり曇ったりする、こういうお天気なので、日差しがあんまりないのでそんなにクーラーいらないかなみたいな。さっきちょっと雨でちょっとだけ濡れたんでね、見下ろし中やっぱりあの普段の行いがいいのでほとんど濡れんかったんですよ、やんでくれて。まあ、それにしてもちょっとでも濡れてるので、ね、そのままクーラーかけたら風邪ひいたら嫌なので暖房かけてるんですけど、乾いたな完全に。この辺の細いやつも桜やな。もうちょっと手前にね、あの民家に植わってたやつ、左手の民家に植わってたやつ、あれ栗ですけどね。およそ700メートル先、左方向です。大阪府能勢町は結構栗の産地になってるんで、あそこと似たような感じなんでしょうね、気候がね、冬寒くて。丹波もそういえば、丹波笹山とかも栗ありますもんね。300メートル先、左方向です。はい、看板出てきました。京都縦貫道、あの和地って書いてあります。京丹波和地と書いてあります。間もなく左方向です。目の前、これ国道27号線、右に出ると京丹波和地、左に行くと、丹波インターとなっております。京丹波を和地から乗ってしまうと綾部の方に逆戻りになってしまうので、進行方向京都の方に帰りたいということで、あの和地の方に行かずに丹波から乗ります。この交差点、交差点名何、ちょっと交差点名わからんな。11時12分です。ここまで72分ぐらいかな、10時ちょうどにスタートして、で 61.3 キロです距離は。急加速ありね。ラ急加速や、これの大型ドライブインマーケスっていうのがね、あの丹波にあるんですけれども、そこまで10キロとなってます。10分ぐらいで行けるかと思います。はい、国道27号、制限速度50キロ、京都まで58キロ、亀岡まで35キロとなってございます。私の今回の動画は、京都縦貫道丹波インターチェンジ入り口で終わらせていただきます。それにそこで終わってもね、大変長い動画になるかと思いますが、今回は0100番、100本目の記念すべき動画ということで、ちょっと特大号としてお送りいたします。
もうあと10分ぐらいかな。もう少々お付き合いください。まあ15分以内ぐらいには丹波インター到着するかと思います。そのマーケスっていうところからすぐ丹波インターやったと思うんですよね。そこからまださらに5キロとか10キロとかやったらそんなに早く着かないんですけど、マーケスから1キロ以内ぐらいには多分丹波インターがあったかと思います。162号線入ってすぐにちょっと切り替えてまた2倍速にしようかと思ったんですけども、雑談というかなんだかんだ言いながら喋ってきてしまったので等速でアップロードします。ダンプか、ダンプやな。さっき終わりのアジサイがあっちこっちに出られますね。鮮やかに咲いてるうちにね、一番いいところで切って落としてしまってお部屋に、ね、花飾るといいかもしれないですね。ちなみにアジサイはお花のように見えてる部分、あれはお花じゃなくて萼なんですけどね。花びらのように見えるやつ、あれ花びらじゃなくて萼ですね。まあ種類がいっぱいあって、ガクアジサイとかなんとかアジサイとかいろいろあるかと思うんですけど、ガクがあってその中心の真ん中の方にちょんとあるやつが花びらじゃなかったかなと、花びらというかお花じゃなかったかなと思います。スピード出したくなるんですけども、どっち方向やったかな、これ向こう向きかこっち向きかどっち向きか、結構ね警察が速度取り締まりやってるという噂を聞くので、あんまりこの辺むやみに飛ばされない方がいいかと思います。飛び出すわとかそんなことがしょっちゅうあるような場所ではないんですけれど、はい、ただいまの気温24度 C ですね。上り坂を終わる手前で走りようか、止まりたくないな。止まらずに走らせました。トラックとかトレーラーとか一旦止めてしまうとね、再加速するのがまた大変なんですよね。私は今日は仕事でしたが、明日明後日と休みの予定です。連休ですね。畑川ダムっていうが作っていただくことによって、この前の熊川の氾濫みたいな
ああいうので被害を受けなくていいっていうことであれば、どんどんダムもね、まあ300兆とか1000兆じゃない、300億とか1000億とかそれぐらいのお金で作れるんであれば、その京都府に作ってくれっていうか、自治体任せっていうよりは国が作ったらいいかと思うんですけどね。地域の防災っていうよりは国民の安全を守るという、まあその建前からすれば国が作ってもいいかと思うんですけど、国にとっての300億とかやったらね、もう安いもんやからもういくらでも作れるわっていう。ちなみにあの 熊本県の球磨川の、川辺川ダムやったかな、あれは360億円の予定やったんですが、最終的に2600億円ぐらいまであの経費がかさんだと。で結局あの完成するところまで作りゃよかったんだけども、7割ぐらい出来上がった時点でもうあと3割やったら完成っていうところで、あの環境破壊になるんだと、鮎とかがいなくなってで自然のものに影響するからっていうことで、自然を守りたいんだということで住民が反対運動したんかな。でそれであのダム作るのやめましたよね。そのダムがあったら今回 あの豪雨災害もだいぶ被害変わってったと思うんですけれども、まあ鮎とかそういうもの その魚の生態系とかその川の自然環境を守るために人の命がだいぶ犠牲になってしまったのかなと。まあ私が知ってる限りで50人以上は少なくとも亡くなってますからね。で未だにあの避難生活されてて、ね、なんだっけ、仮設住宅みたいな今建設中で、あれ9月か10月の完成予定だから、この夏このくっそ暑い時にどっか避難所行ってるんでしょう。避難所生活ね、ひと夏熱中症になるわっていう時期に避難所でね、クーラーガンガンにかけてくれとか言って、そんな贅沢もできないやろうし大変ですよね。そんなこと思えば、まあ、ダムを作るなり堤防を作るなり、そういうことももっと早くされててもよかったんじゃないかなと思いますけどね。先進国日本で、ね、世界3番目のお金持ちと言ってるんだから、ケチケチせずにダムぐらい作れよっていうことですけどね。普通の一戸建てにしか見えへんけどな、焼肉屋さんか本当に。あ、石井だけじゃなくて総味食品もあるやん。総味食品はタレとかだしとかあんなん作ってるんじゃなかったかな。私の知ってる総味食品は塩だれとかね、やったと思いますけど、ね、結構美味しいんですよ。あのプロが使ってるあのお店の味みたいなのが出るような感じですね。総味食品は京都の方かな、至る所にありますよね。工場なのか物流センターなのかちょっとわからないんですけど、およそ700メートル先左方向です。は
はい、もう 700m ほどで国道9号線に出ます。9号線は左です。右に曲がると福知山鳥取方面、左に曲がりますと亀岡京都方面です。もう間もなくということになってまいりました。動画の方11時23分 E23 です。およそ300m先左方向です。距離の方 72.4km、 高速道路が 86km ほどでしたから、これ 75km ぐらいやったとして約 10km ほどこっちの方が近いのかなと。まもなく左方向です。所要時間は1時間半ぐらいですか、20分押しぐらいかな、高速で走るのと比べて。コモって言うのか、ガモーかと思ったらコモって言うみたいですね。ドライブイン山形屋っていうこの目印分かりやすいですよね。ここのドライブインで止めなくても、あのもうちょっと行ったらあの道の駅があります。 マーケスっていうやつが。亀岡まで24キロ、京都まで47キロ、道の駅丹波マーケスが 500m 先ですね。はい、その先 500m ほどでしょうか。丹波インター1キロという看板が出てまいりました。まもなく動画を終わらせていただきます。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。長い動画になるね、これ3時間ぐらいの動画になるのかな。初めてですわ。私長いって言っても1時間半ぐらいまでしか今までやったことないんやけれども、行きと帰りと別に分けりゃいいだろうっていうことなんですけれども、とりあえずつなげてやるかと思います。はい、この左手が丹波マーケス、もう少し先に行きますと丹波インターです。丹波から京丹波瑞穂まで交通集中、走行注意ってなってるな。相当車多いんでしょうね。だからあの祝日の連休なので、斜め左、有料道路入り口です。その先料金所です。ただいまの、はい、すみません、最後の最後でカメラ切れてしまいました。ちょっと温度上昇でもカメラが熱くなりすぎて撮影することができません。はい、ちょうど丹波インターこちらです。11時27分、 74.5km、 1時間27分で丹波インター到着いたしました。距離は、この料金所までで 74.6km です。まもなく料金所です。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼いたします。